これから今日買ってきたもの、アウトレットで買ってきたものを開封していきたいと思います。長かったら番外編にしようと思っているので、よろしければ最後までご覧ください。お父さん、自分のはどれ？どうか、オウじゃなくて、え、どれ？これ、はい、どうぞ。何？何じゃなくて、開けて、タブ取っちゃうんだ。まずは、今日は本当に旅行に行くためのね、防寒具とかだけでを買おうと思ってたので、あんまりその他のものを買ってこなかったんですけど、唯一旦那が自分の洋服を買いました。アバクロでこれ買ったんだよ。可愛くない？小柄、めっちゃ可愛い。ちびっこサイズなので S サイズです。着てみる？これ、え、着てみる？今、うん、着てみて。今着るの？うん、着てみてよ。30ドルぐらいだった。でも俺の洋服、うわ、来た、くっさ俺の洋服にはもったいないからって言うんだけど、ポロシャツの30ドルって高くないと思うんだけどね。なんかね、最近金銭感覚がおかしくって、60ドルぐらいの靴でも高い高いって言うんだよね。あ、かわいいじゃん、めっちゃかわいいじゃん。ごめんねよ。ほら見てあげて、かわいくないですか？これこれかわいいじゃん、めっちゃマリンって感じで、なんだろう、ビーチ行けばいいじゃん。これであんまりビーチとか行かないけどさ、こんな感じの、かわいいじゃん。よかったね、買ってもらえてね。私が買えばいいのに、なんで買わないのって言わなきゃ多分買ってなかったよ。あとは何買ったの？何くん来た、かわいい。これね、旦那のズボンです。なんかジーパンしかなくて機能っぽいのがないから、ずっと欲しいって言ってて、で足がやっぱり短めじゃん。なので足の長さが合うようなやつがあんまりないから、ちょうどいいのがあったんだよね、うん、で買ってました。で、これはコロンビアだっけ、うん、で、40ドルぐらいでした。で、私も一緒に、あ、そう、そこから30パーオフになったんだっけ。あ、全然違うや、もっと安くなったんだよね。30パーからまた20パーオフになったみたいな感じで、とっても安かったっていうのもあって、この人買いました。なんか変なんだよね、40ドルぐらいのパンツもそんな高いものは買わないとか言うんだよね。なんかちょっとやっぱちょっと金銭感覚がおかしいんだよね。で、私もコロンビアでシャカパンを買いました。シャカパンっていうか、なんていうの、ウィンドブレーカーみたいなパンツを買いました。これはキッズ用の M サイズです。で、24ドル90セントだから、25ドルぐらいから 30% オフになってましたね。だから17ドルぐらいかな。で、夜寒くなった時に、あの、多分私レギンス履いていくと思うんで、その上に履こうかなと思ってこれを買いましたね。 20% オフのクーポンももらってるね。履いてみて、それ。靴履いてくれたよ。ちょっとやっぱ丈が長めだな何してんのしかもなんかお尻硬かった、可愛くない。あ、いいじゃん、なんか休日のおじさんって感じで。アウトドアですけど、うん、いいんじゃない、休日のおじさんって感じ。もうちょっともうこっちに、ほらね、いいよね。この人足すごい細くって、なんか変なの、パンツが全部太いのね。ね、あの、多分ハンガーにかかってたやつの、あの、挟んでたところの跡。谷くん、じゃあマシに来てるでしょ。これやった方がいいんじゃない。あのね、私アパレルやってた経験上、すごいホコリかぶってるし、いろんな人が触ってるから、買ってきたお洋服は絶対に洗濯したい、ってか洗濯しないと着たくないので、洗濯してくださ い, 着れない。いいじゃん、それは。洗濯したいですので、洗濯をしてもらいます。あと何買った？何これ
ほら棒も買ったの。買ってないでしょ。綺麗な棒。うん、そうか。で、私はユニクロでミートテックの靴下買いました。9歳から10歳用のやつ、寒いからさ買ったんです。7ドル90だから790円のやつだね、日本で言うとね。お、買いました。あ、靴か、散々パラ悩んでた靴だ。そうでしょ。もうね、靴を1個買うのにもう女の子みたいにさ、すごい悩むわけ。大変だったよ。でさ、私がどうって聞くとさ、一人で決めろとかさ、言うくせにさ、自分は決められないから困っちゃうよね。はい、あるね。そう、で、靴はなんかめちゃくちゃ登山みたいな靴を買ったんだけど、69ドル99セント、70ドルぐらいで靴を買ってましたね。すごい履きやすくっていい靴みたいだけど、本人曰く。でもめっちゃ登山でそんな本格的な登山しないよっていうぐらいなところに行くのにめっちゃ登山靴なの。あ、なに、サニ君、ほらもうこれから登山してくださいって私言いたいよね。この人のね、お父さんね、趣味が登山なの。だからお父さんと一緒にさ、富士山でも登ればいいのにと思うんだけど、すごい嫌がるわけ。やればいいのにね、せっかくいくつ買ったんだからね。気に入ってるんでしょ。紐縛ってますね。私も一個ね、余計なものじゃないんだけど、今回の旅行ではまあ使うとはかもしれないけど目的じゃなかったもので、チョーカーを2つ買いました。コールフィッシュで買ったんだけど、こういう感じの丸いやつのチョーカーが4ドル、おリボンのチョーカーを7ドルで買いました。今紐の調整してるんです。ディッシュウォッシャーが回ってるので多分変な音がしてるかもしれなくて、うるさいかもしれないんでごめんなさい。フィ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 、何言ってんのって。お、どうね。何それ。チョカノーロンガリング、うん、こんな感じになった。スウェード生地なんだけど、これがだけど、あの茶色なので、うん、いい感じかも。こんな感じですね。かわいいね。お、どう、いいじゃん。紐長くない。なんかそれ紐どうにかしとかないと、あれ転ぶよ。お、いいじゃん。散々悩んで女の子みたいにずっと店の中でああじゃないこうじゃないってずっと言ってたの。あ、2周したらリボン結びできないね。でもこういう風にしてもいいし。どう、歩きやすい。ズボンどう、長い。いや、ちょっと長いけど、まあしょうがない。それは私が直さないよ。歩きやすい。よかったよ。こんな感じどう。ちゃんと鏡見ないでやったから。いいんじゃない。良さげ、うん、こんな感じ。うん、ちょっとリボンが変だけど、うん、あ、いいですね。かわいいじゃんこれ。よかった。これは余計なお買い物だったけど良かったです。それから、あ、もうそうだ、私もう一個余計なお買い物したわなんだかんだ余計なお買い物多かったな。これゴミね、入れといて。これはスティーブ・マーデンのブーツを買いました。子供のサイズで3っていうサイズのブーツです。36ドル97セントだからとっても安いね。茶色で後ろがこんな感じで編み上げになっていて、ヒールはとっても低めです。久しぶりにこんなねロングブーツ買ったよね。今夫はそのポロシャツがとっても柔らかくて着心地が良いと言っていました。すごい触り心地が良かったの。本当に買うときに私触ったんだけど、だからいいじゃんいいじゃんって言ったのに、なんかあんまり乗り気じゃなかったけど買わせて良かったです。
自分のものはね、なんか知んないけど本当に最近高い高いって言うんだよね。よいしょ、私もブーツ履いてみます。これからの季節にちょうどいいよね、色とかもさ。こんな感じです。どうかな、いいよね、サイズもぴったりです。私は子供のサイズの3が足はちょうどいいです。大人だとね、5とか 4.5 とかなんだけど、うん、ショートパンツとかにも合わせやすいのでいい買い物しました。あと最後私が1個、お、何してんの、ほら、買ったのはこれ、ダウンジャケットです。薄手のウルトラライトダウンしかなくて、ユニクロの。ちょっともうね、氷点下には耐えきれないからということで、ノースフェイスで買ってもらいました。これは子供用です。キッズの L サイズかなになっていて、元値が確か80ドルぐらいしたよね。82ドル99、83ドルだったんですけど、そこから 30% オフになったので58ドルに税って形で買いました。多分これピンクなんだけど、リバーシブルになっているので、こういう感じでちゃんとロゴも入ってて、でピンクのこれがすごくあのポイントになってるので、まあなんか雰囲気とか、あとね、なんかリバーシブルになるとこのモコモコのデザインも変わってきて、こっちはライダースっぽいジャケットっぽくも着れるのでいいかなと思って。やっぱあったかかったし、私ものすっごい寒がりで、多分この人も寒い寒いって私が言ってるのよく聞くと思うんですけど、今日もすっごい一日寒かったんです。あんなにあったかいところにいるのに。だからまあ寒いといけないと思って、結構分厚い装備を買いました。なのでヒートテックのタイツ履いて、靴下履いて、その上、違う、ヒートテックのタイツ履いて、ヒートテックのレギンス履いて、靴下履いて、で下も全部ヒートテック、長袖からタートルテックまで着て、ちょっと毎日を過ごそうと思ってます。どちゃん、かわいいね。以上が今回っていうか今日アウトレットで買ってきたものとなります。いつもと全然違う買い物だよね。ね、本当になんかお洋服をパパッと買うぐらいしかしなくて、買っても私サンダル買ったりとかするんですけど、そんななので旅行の準備をしたっていう感じですね。でお天気が悪かったりとかしたらものすごく嫌だしと思ってて、本当に寒いのが嫌です。この人結局靴とかしか買ってないんだけど、私なんかよりももっと あったかいダウンとかも持ってるし、ウィンドブレーカーとかもあるし、すごいいっぱい持ってるから。でね、暑がりなの、汗かいちゃうんだよね、すぐね。そう、だから日中は短パンでいいとか言ってるわけ絶対無理なんだけどと思ってて、10度よりちょっと上か、14度5度ぐらいが最高気温らしいんですけど、まあ短パンで過ごせるかなっていう感じなので、うん、ちょっとで、なんか舐めてかかって、きっと洋服とかちゃんと持ってかなかったりして、寒い寒いとか言われても嫌なので、荷造りはちょっと監視をしようと思ってます。ずっと私すごい渋い顔してながら多分カメラに映ってたと思うんですけど、マジで左目がおかしくて、ちょっと目をちゃんと開いてられないぐらいおかしいので、ちょっと変な顔してたりとか、目つきが悪かったらごめんなさい。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。マイペース2人。